12月に入ったらもうすぐね、壁とかお風呂とか全部やります。年末の掃除ですか、するかなって感じです。ちょっと汚ねえなって思った時にするぐらい。ハウスクリーニングです。でお風呂とかもちょっとこまめにパネル外したりとかしていただくからすごくいいですよ、ハウスクリーニング。慌ただしい年末の大掃除はできるだけ時間をかけず手軽に済ませたいものです。福岡市西区のホームセンターでは10月下旬から大掃除コーナーを設け、スタッフが使ってみて効果を実感したものを並べています。こちらの店舗のスタッフのおすすめナンバーワンが手袋型のワイパーです。かゆいところならぬ細かいところも手が届きそうですよね。ほこりや汚れを絡め取る手袋型のワイパーはエアコンの吹き出し口やカーテンレールなど細かい隙間も拭き取ることができます。ありそうでなかった手の形が発売直後から人気です。電子レンジや冷蔵庫の中に吹きつけて拭くだけのアルカリ電解水は油や皮脂の汚れを落としてくれます。界面活性剤を含まないので子供のおもちゃやペット用品にも安心です。水垢や石鹸カスなどの付着を防ぐコーティング剤も掃除の後にスプレーして拭くだけ、綺麗な状態をキープできるとして人気です。とりあえずお風呂からしていこうかなと思ってて、よく見たらその水垢、この網目の床のところに結構できてたので、ちょっとその水垢が取れたらなと思って。重曹とクエン酸、はい、レンジ周りの油汚れですよね、それとお風呂のタイルネジですね、常にサボってますので。コロナ禍で家で過ごす時間が増えた影響で掃除用品は年間を通して売り上げを伸ばしているそうです。お部屋の中のいろんなところが目につきやすい状況になってますので、日々のこまめな清掃として使えるような掃除道具などが売れてきている傾向にあります。大掃除にプロの手を借りる人も増えています。新型コロナで暮らしの衛生面に関心が高まる中、福岡市や近郊で家事代行やハウスクリーニングのサービスを展開する企業にも依頼が増えているといいます。まとめてやるというよりはもう日々のお掃除のお手伝いをされたい方が増えてきているのかなと思います。中でも年末は予約枠の9割ほどが埋まっているそうです。在宅中にこうフル稼働しているエアコンですとか、お家でお料理をする時間が増えた分、キッチン周りのレンジフードとかのお掃除が増えてきているような傾向があると思います。頑固な汚れを自分で掃除するときにはどうすればいいか、ハウスクリーニング担当の坂田さんにプロならではのコツを教えてもらいました。まずシンクの水垢をきれいに落としていきます。今回はですね、市販のラップを大玉にして丸めたものとクリームクレンザーを使用してシンクの研磨をしていこうと思います。スポンジだと研磨粒子がスポンジの中に入り込んでしまって、どうしても素材が磨きにくくなってしまうんですけども、ラップを使うことで研磨粒子がラップの表面に貼り付きますので、とても表面が磨きやすくなるように効果的に使っていただくことができるかと思います。クレンザーで磨いて水を流しタオルで拭き上げると、水垢や石鹸カスも取れてピカピカになりました。一方、油汚れがたまったガスコンロはすごいっすね。すごいプロは違う。ガスコンロに関しましては油汚れであったりとか焦げがこびりついていたりとか頑固な汚れが本当に多いので、アルカリ系の洗剤を使用させていただいて油を溶かしながら落としていく。五徳など汚れがひどいものはバケツに60度くらいのお湯とアルカリ系の洗剤を入れてしばらくつけ置き、コンロの本体はアルカリ系の洗剤と焦げ取りスポンジで磨きます。キッチン周りの仕上げとしてお家にあるようなアルコールスプレーを使っていただくと最後サラサラとした感触になりますので除菌にもなりますね。はい、仕上がりはご覧の通りです。
さらにお風呂のカビには塩素系の洗剤を吹きかけ、キッチンペーパーとラップで流れ落ちないようキープしながら30分から1時間置くと、カビはすっかり落ちました。今年も残すところあと2週間ほど。1年間の汚れを落とし、気持ちよく新年を迎えたいですね。